はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブライブ配信、ブルーアーカイブ始めていきましょう。さすがにプロレベルではないですけど、それなりに演奏できるようになりました。ストーリーです。メインストーリーですね。エデン条約編第4章の2回目いきましょう。アリウス自治区へ。うん、肩コンベ。今度はリュースだ。え、美咲だけ？まあオードで勝てるでしょ。ここに。花火が。あ、すごいな、豪華だ。まだ持ってないからな。この辺。強い。いや、日より強いよ。お望み通りに。そうだな。行きましょう。だろうな、1本しかないからな。そうだな、キコトスジみたいに耐久力はないからな。いった戦いか。なるね。
サーリが登場してきた。しか現れないのか。だから沙織と美咲の2人だな実質。カービラ当たってるか。無慈悲なアリス生徒。私にはっていたっけ。ちょっと削られてるけど。あ、え、ミカ、なんで。いや、これはびっくりした。攻撃。行きましょう、追撃者。ミカ仲間になるのかな、出てきちゃった怖い。ちょっと遅れてんのか先生。戦うの？それは無理だな。どうなんだ？そうだね、こういう時は。先生遅れている、かなり。最大銃声がかなり早く移動したからかな。そしてミカが強い。ああ、後ろ捕らえた。美咲が確かに。
なんとは恨みよう。争わなきゃいけないのか。先生が現れた。誰？また、まだいるのか。時間がない。行くしかないね。アニメ化するとすごい楽しみだよな。肩コンベかな。こっから迷路だよな。あ、そういう問題もあるな。チェックを敵がいたよな。ジークから出てきたのは道を覚えているってことか。ミカーっていうことで。トリーティーで一体何か。だろうな。スクワット勝負？なんつうこと。アディウス。冒険は用済み。そうやね。強いよ、ゴリラだからな。さよなら。ミカも追っかけていくのかな。バシリカ、バシリカっていう地名なのかな。うわ、殴られた。スクワットかな。と先生が、それでも追いついて復讐する。許されないんだ。まだ行くのか。まあ騙されたようなもんだからな、ミカにとっても。
これは？すごい。あずさじゃないの？強さがあって言ったら。どうすんの？あ、大丈夫か？サオリー。リーダー。熱？ここで先生が。はい、入れたしね。うん。私は先やるから。お、せいや。なんで？閉じ込められている。あれ？せいやって戻ってきたんじゃなかったっけ？第三章で。かやかや。あ、そうだそうだそうだ。ゲアトリアとこ見てしまったんだ。四章の最初の方で。そして、ビアオバ。バシリカってやっぱ場所だよな。うわぁ！捕まってる。え、なんで？恐ろしいものが出ようとするのか。あ、彼女を神秘である彼女を呼びしように。そうはいかなんだろうな。
先生としても、いきましょう。13話、チップしちゃ起こさないといけないのか。ここでバニーバニーを、どっちも敵いますってことだ。ビアトリーチェ、だからね、トナカ、大人と大人はぶつかり合い。本当だ。なんで姫なんだろう。ロイヤルブラッドな。なんと彼女恋愛だったんだな。神秘を持っているから。うん、お、どうした。おお、そうなんだ。そういう言うことを聞くベアトリーチェかな。ようやく沙織戻ってきた。そうだね。うん。手を振らずに。回廊か。チリか。分校から、つまり、地下回廊を通ってバシリカに入ろうと。
からないんだ場所が。お、ミカだ。ロールケーキ寄せ。行きましょう。レオタード、ハイリグレオタード、ユスティア生徒会だね。ベアトリーチェ、マダムって言われてんのか。
沙織、また。似合うぞ、これ先生。分かってやる部分が多いのか。うわ、怖い。コントリーチェ。あとは生徒を、私たちを侮辱した。そして、教えを学びを侮辱した。私は大人としてあなたを絶対に許すことはできない。やばいな、結構似合えてる沙織が。あんまり
聞いてないや。しかもまだミカもいる。あ、でもミカ弱いな、ここ。ただ、ちょっとやっぱり減ってるは気になるよな。ん？終わった？勝ったとは言い難いな。強すぎるだろう、自力でここまでって。これ14まで生きて15話。対戦かな。なんでいないんだろう、沙織が。沙織いるんだけどな。あ、だいぶ減ってる。花火だ。あ、これあっさり勝てる。強い。これが先生の力か。1分もかからずに秒殺した。格闘士と殺し。え、どうすんだ、ミカ。今のとこそのようだな。
地下回廊へ。どうした？どうした？閉じ込められた？タコの地下回廊。でミカもいる。対決だろうな。じゃないかも。そうとか言ってくれ。姫は多分そうだな。確かにこういう対決してるうちに時間浪費しちゃうよな。そうだ、本来の目的を思い出せ。なるほど。
お、今度はコイントス。ミカが簡単に会えてる。バリタス、バリタス。先生、お、色彩。あれがステンドグラスが関係あるんだ。何これ、ロボット。バルバラ、急に入れるのか、厚子の神秘を。行きましょう。18話。小児服、わー
よく。お？
お、どうした？できない？本当？行きましょう。今はな、うん？え？何？ベアトリーチェ。おお、あそこは。
え？ここでようやく騒ぎが最初から、すごい敵の数が多い。 ではまた次の場所へ。どんどん入っていく。誰もそこからは逃れられない。痛そうですね。私にはこのくらいしかできないので。ではまた次の場所へ。よくできないのか、これ負け戦。あ、ここで一旦ストップ。戦闘終了。お、今度はせいや。どこ？三階橋？え？誰？え？どうしよう。ここまでかな。なんかイビシンではありますが。9から19まで。11個進みましたね。まあまあ戦闘続きそうです。うん、よし、今日もいい天気ですね。こんにちは先生。ここでは過去の思い出を振り返ることができます。お、あつこと岬。こんにちは。こんにちは先生。ここでは過去。おかえりなさい先生。弾いてほしい曲とかありますか？もう終わったのですか？どんどん石が増えていく。あ、先生、お待ちしと。口は閉じて。いないな、このままだったら。
と、これはなんだ。夏だもんね、夏。サプリメント行こう。なんかミレニアムっぽい。行こう。全部キョロキョロするな。迷子になられても困る。あ、先生、お待ちしておりました。カフェが開いた。先生は、こんにちは。先生、ここで。こんにちは、先生。修行の一環として先生を食事にお誘いしてみようかしら。水着しようか。ここでは取れそうにない。はあ、少し散らかっていますね。先生が帰ってくる前にお掃除しておきましょうか。先生のために用意した紅茶、冷める前に召し上がっていただけるといいのですが。雑に置く。
はい、ということでエデン条約編の4章、中編をお届けいたしました。次回一気にクライマックスまでいきたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。旧ツイッターの X アカウントフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。